つまり神我たちは木の葉を抜けてから今まで月隠れに潜伏し復讐を狙っていた。はい、里に入った当初は全く普通でおとなしいものでした。だから私たちは奴らに対しそこまで注視していなかったのですが、それが迂闊でした。奴らの陰で禁術の研究を行っていたんです。迂闊なのはわしも同じだ。ナルトを預けた時には全く気づくことができなかったのだから。ようやく奴らの所業に気づいた私は神我を問い詰めたのですが、なんで月隠れはあいつなんかを。伝承と風習か。月隠れには外の者を手厚くもてなす風習があります。そこを突かれ彼らを招き入れてしまったのです。月隠れは我々の手で解放するにしても、自爆眼と妖魔神器ですね。なあ、その二つって。自爆眼はかつてこの葉で神我が研究開発していた特殊な禁術だ。葉の暗部が壊滅し自爆眼の研究も消滅したと思っていたが、奴は月隠れで自爆眼を完成させていたのです。あれは誰もが抱いている人の弱い心、負の心をついて洗脳下に置く術。里のみんなも、そして私も抗うことができず。でもなんで月姉が。月姉はそんな弱い人じゃ。ナルトは知ってるでしょう。私が里長になるのを嫌がってたの。私は世襲を疎ましく思い伝承に嫌悪を抱いていた。自分でも嫌になるくらい暗い心を持ってた。そこ疲れたのよ。だが弱い心などは誰にでもあるものだ。そうだな。それよりも今は術の解除法の話をした方が賢明だ。解除法か。それなら月の光を使えば。あれを作るには結構時間がいるの。残念だけど今そんな余裕は。葉の暗部襲撃の方を聞き、わしは神我の調査をやっていたのだが、それでも自爆眼の解除法は見つけられなかった。でしたら最もシンプルな答えは術者である神我を倒すことでしょうね。なんだよ、それが一番わかりやすいじゃねえか。だがそこにもう一つの問題。妖魔神器が立ちふさがるわけだ。神器ってあいつらが奪っていったあの種みたいな。ああ、神器は葉の暗部が極秘に作り出そうとしていた植物性の人工妖魔。その完成の直前に三代目によって封じられ、ウィンドウに収められていたのだが、しかし今は奴らの手に種が戻ってしまった。もはや神器ってそんなにヤバいもんなの。神器に関してはそれほど情報が残っているわけではない。だが奴らの神器に対する執着心を見る限り、何にせよ神器が目覚めるとなると神我を取り巻く脅威が増え、奴の討伐が難しくなる。だったらさっさとあいつを追って神器ってのが目覚める前にぶっ倒さねえと。ああ、すぐに討伐部隊を編成する。お前たちも準備しろ。一気にこの問題を解決するぞ。了解。え、月姉も行くの？大丈夫なんですか？まだ体が回復しきってないんじゃ。正直戦闘は無理だけど、でも案内役くらいなら役に立つから。本来なら止めるべきところですが、今は一刻の猶予もありません。すみませんが月隠れまでの案内を頼みます。ええ、任せてください。大丈夫だってばよ。月姉は俺が守るから。ああ、頼んだぞナルト。よし、では皆さんは私についてきてください。最短ルートで月隠れに向かいます。おう。
いろんな場所で戦闘が始まってるみたいだね。どうやら月隠れに近づけないよう奴らも必死になってるね。急ぐってばよ、みんな。任務開始。月隠れは？まだもうちょっと先。頑張って。はい。妖魔神器。ハノアンブ結成から今日まで幾重もの実験を繰り返し、全ては我の計算通り。さあ、我が肉体をより代とし、今この世に姿を現すがよい。我が研究、ここに完成せり。なんだってばよ。何この感覚。何もトラップはなかったはず。これはどうしたんだ。俺たちのチャクラが地中に吸い取られている。地中って何だよ。加賀先生、今は足を止めている時じゃない。みんな月隠れに急ぐぞ。答えはおそらく月隠れに行けばわかるはずだ。任務開始。着いた。
なんだこれ。遅かったか。カバ先生、これってば一体何なんだ。前はこんな木なかったってばよ。巨大な植物、妖魔神器。これが根を伝って地上にあるもの全てからチャクラを吸い取り成長を続けているようだな。そんな、それじゃあこのままにしておくと、いずれ木の葉、いや世界中に根が伸び、地上にいる全ての生命は死に絶えてしまう。どうすればいいんだよ。これはカカシ先生、どうしたんです？吸収されたシャクラが枝を伝って月隠れの上界に運ばれている。月隠れの上界、そこはかつてシンガの研究室が。そこに向かいましょう。どういうことなんだよ。妖魔は確かに目覚めてしまった。だがそれを操っているのはおそらくシンガ本人だ。シンガ本人を叩くことでこれを沈められる可能性は高い。そういうことです。とにかく上界を目指しましょう。了解。仲間めちゃくちゃね。くそ、シンガの野郎。さすがに簡単には進ませてくれないか。加賀先生、一気に突破するぞ。よし。なんとか切り抜けられたわね。月音、どうしたんだよ。うん、なんでもない。先を急ぎましょう。うん。
これは。おかしいな。さっきまで月隠れの中を走っ。現実だな。視覚をごまかすだけの単純なやつですね。あらら、もう気がついたの。君たちがオロオロするとこ見たかったのにな。どうしんか。あれあれ、帰ってこないと思ったらそいつらと一緒にいたんだ。ま、この際どうでもいいことなんだけどね。かかってくんならさっさと来い。俺たちは暇じゃねえんだ。っていうか、もう新規も目覚めたしさ、遅いんじゃない？何もかも全部。そんなの最後までやってみなきゃわかんねえだろうが。ああ、ほんとバカだね。諦めってことは知ってる？もちろん知ってますが、それが何か。何こいつ、僕をバカにしてんの？いや、そんな気はないけど。その態度ムカつくな。むしゃくしゃするな。本当はもっとから、もうさっさと倒しちゃおっかな。術泥人形。まだまだ行くよ。どうかな、どうかな。これこいつの分拾うわ。俺たちをなめんじゃねえ。そんなのすぐにぶっ倒してやる。せっかくここまでやってあげたんだからさ、せいぜい粘ってもてあそばれて。そんでナルトはサクラとのバディで応戦するんだ。はい、やるわよナルト。任務開始。これじゃあ上に登るなんて無理だよ。ちくしょう、急がねえといけねえのに。ナルト、サクラ、それに月野さん、3人は先に行け。このままじゃいたずらに時間を食うだけだ。
ここは俺とサイが引き受ける。でもそれじゃあ、こういうトリッキーな相手はお前向きじゃないでしょ。大丈夫だよ、僕たちもすぐに追いつく。ナルト、ここは仲間を信じて少しでも早く新規を。ほら行くわよ。分かったってばよ。シンガも新規もすぐにぶっ倒してくれ。ああ、お前の力。押す。任務開始。なんとかなったか。こっちもだ。そんな僕の泥人形はまだ現実。泥人形なんで何も出ないんだよ。打ち止めだな。術に溺れて己のチャクラを測り間違えた。僕はお前はまあここまでだよ。スキネ、このまままっすぐ行けばいいのか。ええ、このまま行けば。この子は。さくらちゃん。どうだ。衰弱が激しい。予断を許さない状況だ。月ね、この子は。月隠れの子よ。いつも元気に走り回る。こんな子供にまで。許せねえってばよ。ナルト、月野さん、この子は私が見ておくわ。先に行って。でもこのままシンガを放っておいたらこの子のような被害者が増えるだけです。だから少しでも早くシンガを倒さないと。その通りだってばよ、月見。治療はさくらちゃんに任せて、俺たちは。分かったわ。それじゃあさくらちゃん、ここは任せたぜ。そっちこそ頼んだわよ。おう。もう少しだってばよ。みんな、月ね、どうしたんだよ。さっきから様子が。ごめん。月ね、ボロボロの里も操られたみんなも、それに私が弱い里長だったからこんなことに。ごめんなさい本当に。里長なのに私が、それなのに
弱い私がダメだった、弱い心があったから、全部私のせいだ。いろんなものに縛られて、前に言ったかもしんないけどさ、誰にだって縛りはあると思うんだ。スキネーには里長ってもんが、俺には忍びの掟がある。それに縛りっつっても何もかもが悪いもんだとは思わねえ。思わないってなぜ？だって俺は忍びとして、いろんな奴と出会って、いろんな経験をして、いろんな別れを知った。忍びっていう縛りがいろんなつながりを生み、俺は一人じゃないってそう思うことができた。だから俺はそのつながりの中で必死にできることやって、今までもこれからもな。だってスキネーが言ったんだぜ、一度できたつながりは決して切れることはない。だったらそのつながりを私は大切にしたい。つながり、俺もそう思うってばよ。ナルト、よし、シンガーのやつをぶっ倒してさっさとみんなを助けねえと。そうね、よし行こうぜ。スキネ、任務開始。これほど早く到達するとはな。シンガ、我はもはやシンガではない。新しき生、新しき脅威、妖魔神器。お前は一体何がしたいんだ。この力を使い、木の葉を、全てを潰す。そんなこと絶対させねえ。お前の野望はここで止めるわ。月野か、どういう手を使ったかは知らぬが、我の自爆眼を解いたよ。だが
所詮貴様は使用済みのモルモット、もはや要はモルモットだかなんだか知らねえけど、そんなのどうでもいいんだ。うん、重要なのは今ここでお前をぶっ倒すことだけだ。我を倒すか何がおかしいんだ。愚かしいな、我を倒す残念だがな。だと？それにだ、貴様には我の相手よりも他にやるべきことがある。お前何言ってやがんだ光栄に思え。ふん、自爆眼なら怖くねえぜ。お前の目を見なきゃいいだけだからな。我の自爆眼を侮るな。自爆眼神器と融合した我は無、もはや我の自爆眼は貴様の脳を直接支配することができる。ナルト、さあ我のモルモットとなれ。そして役立たずの月のを始末せよ。ナルト、さあやれ。